ノートパソコンが分類機の中にだんだん大きくなる不正選挙の疑惑。2020年4月15日に行われた韓国の国会議員総選挙、それが不正選挙だったという世間の論乱が広がっている。この選挙で選挙管理委員会は反対を押し切って、中国のファーウェイ通信装備と LG ノートパソコンを使った。疑惑に対応して選挙管理委員会はネットがなくてオフラインで運営されていると反論したが、これは偽り。こんなに Wi-Fi 信号が発見された。内部告発者の証言によると、この Wi-Fi は接続して選挙結果を変えることができる。つまり、ハッカーが民主党の得票数を増やし、他の政党の票は何とかなくした。では、残った問題は、こう偽造したデータと不一致する票をどうなくすかだ。こんなに破砕も知ったり、無効票を自分のものに知ったり、直接手を入れて変えたりした。結論、こんなに証拠が多いのにまだ信じていない人は一体何者か。委員会は国民を騙して嘘をついている。今の時点、この選挙に疑問を抱いているのは一人二人ではない。嘘をつくにも程がある。いずれ真実は現れるはずだ。